関健一郎は、日本の政治家。立憲民主党所属の衆議院議員。神奈川県鎌倉市生まれ。鎌倉市立大船小学校。鎌倉市立岩瀬中学校。神奈川県立大船高等学校。慶応義塾大学法学部政治学科卒業。大学卒業後、NHK に記者職で入局し、名古屋放送局に赴任した。その後、豊橋支局。 東京経済部、高松放送局に勤務した。2014年11月19日、豊橋市役所で記者会見を開き、第47回衆議院議員総選挙に民主党公認で愛知15区から立候補する意向を表明し、12月1日付で NHK を退職した。愛知15区から民主党公認で出馬するも、自由民主党前職の根本幸則に敗れ、 落選した。2016年3月27日、民主党、維新の党が合流して決闘した民進党に参加。それに伴い、関は、同党愛知十五区総支部長に就任した。2017年9月27日、前原政治代表が民進党を事実上回答し、旧希望の党からの立候補を容認する方針を表明。関は、 無所属での立候補も検討していたものの、10月3日、希望の党から公認を受け、同党から出馬。愛知中国では再び自民党前職の根元、雪則に敗れたが、重複立候補していた比例党会ブロックで復活し、初当選した。2018年5月7日、民進党、希望の党が合流して決闘した、国民民主党に参加した。ありがとうございます。